皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。今回の動画では筋トレしてる人お酒って飲んでいいのっていうタイトルで少しお話をして考えていきたいと思います。結論から言います。体作りに対して100回やって1日なしです。先に言いますと、私はお酒が大好きなんですね。日によっては筋トレした後の一杯が楽しみなためにジムに行くような日もあったりなかったりなんですが、よくその問い合わせもいただくんですね。筋トレした後お酒飲んでいいですかとか。私としてもやっぱりお酒が好きなので、なるべくお酒に対して肯定をしたいんですね。ああ飲んでいいですよっていう回答をしたい。ただまあそれに対してうっすらと答えは知ってはいたんですけど、ただ何かしらで筋肉に対してプラスになることが果たしてないのだろうかっていう視点でちょっと調べてきました。結果なんですが、これといってプラスに働くことはないですねっていう結論に至りましてね、それについて一つ一つお話ししていきたいと思います。まず一つ目の項目、筋肉が落ちてしまう、筋肉がつくのを妨げてしまうっていうところなんですが、筋肉が落ちてしまうところで言うと、まあよくそのストレスホルモンと言われてますコルチゾール、体の中で何するかっていうと筋肉を分解してしまうホルモンなんですね。我々にとって非常に恐ろしいホルモンで、なるべくそのホルモンを出さないように出さないようにしたいなっていうところを考えてるんですが、飲酒をすることで出ちゃうそうです。それの影響で筋肉が減るっていうところが言われてます。筋肉がつくのを妨げるっていうところは、これは筋肉をつけることに対してプラスに働くホルモンであるテストステロン、よく男性ホルモンっていうような言い方をされるんですが、お酒を飲むとそのテストステロン値が下がっちゃうと。なので筋肉をつけるという作用が妨げられてしまう。2つ目、脂肪がつきやすくなる、まあ、これについてはその筋肉に直接というところではないんですが、かっこいい体を目指したりとか腹筋を割りたいっていうところに対しては明らかにマイナスな話ですよね。お酒の中にはビールとかワインとかのように糖質をしっかり含んじゃうお酒があるので、飲むっていうことでカロリーとして体に取り込まれて体脂肪として蓄積されてしまうっていう面があります。ただウイスキーだったり焼酎のような蒸留酒であれば糖質ないからいいんじゃないのっていう話があるんですが、確かに糖質がないのでそういった直接的なところはクリアできてるんですが、特にこれ私もすごく共感できるというか、お酒を飲んじゃうと満腹中枢がおかしくなるというか食べちゃうんですよね。間接的にはなるんですが体脂肪がついてしまう。項目3つ目の回復が遅くなるというところなんですが、睡眠の質をお酒はどうしても下げてしまうそうです。たまにその寝酒っていう形で寝る前に一杯飲まないと寝れないよっていう話があるにはあるんですが、実はそれって睡眠の質自体は下げている行為になるそうです。まあ、睡眠の質が悪くてしっかり寝つけないという風になると、しっかり栄養をとったりしっかりトレーニングができていても回復というところがいまいち高められないという結果になりますので、そういった点で筋肉にはマイナスになりますよねという話です。項目4つ目、筋力が下がるというところなんですが、利尿作用がお酒にはあるので水分と一緒にミネラル分なんかも抜けていきます。そこで引き起こされるのが筋肉の出力ですね、が下がるという現象が起きてしまいます。筋力自体が落ちるっていうところについて、筋肉自体は落ちてないでしょうというような感覚になるんですが、筋力が落ちてパワーが出ないっていうことはトレーニングの強度が上げられないんですよ。トレーニングの強度が低いとやっぱり筋肉はつきませんよねというところがこの話につながります。最後5つ目の項目なんですが、集中力が下がってしまうと。二日酔いをしてなくて翌日気持ち悪いとかっていう体感がないところであっても、実は多少なりとも体のどこかしらにはパフォーマンス低下が出ていますので、そういったところでやっぱり集中があまりできないとトレーニングの強度って上げるの難しいですよねというのがこの話になります。こういう話で結局お酒は100害あって一理なしだと最初にこうバサッと切ってしまって、トレーニングしてる人これ筋肉無駄になっちゃうんでやめてくださいっていう風に言えば、多分皆さんも楽でも腹が決まると思うんですね。あ、お酒絶対ダメだっていう風に思っていただくことができるかなと思うんですが、結論は果たしてそうなのかというところですよね。お酒を飲むというところにストレス発散のような効果を感じている方にお酒はダメだと
言ってしまうと、それに対してストレスがかかってしまわないかなというところがあります。そこのバランスを考えると、今飲んでる量に対して多少やっぱり量を減らすだったり頻度を減らすっていうところは絶対に目指した方が筋肉的にはプラスなんでしょうけど、いきなりその100をゼロにするっていうところはかなり大きな負担があるかなと思います。逆にその辺が苦にならない方であれば全然やめてしまっていいのかなと思うんですけど、その辺がやっぱりちょっとこう嫌だなっていう思う方であれば、そこはもううまく付き合うっていう方法を折衷案のような形になるんですが、そういう形で捉えていただければかなと思います。まあ私自身もこれを調べて今回お話ししたようなことが私も分かったんですが、まあそれに対してお酒じゃやめなきゃねっていうふうに思うかと言われれば、あまりその気はなくてですね、大会の前だったり減量期間中であればやっぱり控えるべきだなというふうに思うんですが、オフの時期であればある程度解放してストレスは溜めないようにしようかなというのが、まあ私の今の気持ちですし、まあそこについてはその人次第にしていただいていいのかなと思います。今回は筋肉とお酒について考えてきました。まあ最後の方にお話ししたところなんですが、筋肉に対してはやっぱり一理もないんですが、本当にそこは付き合い方かなと思います。で、まあ私の今一つモチベーションとしてあるのは、お酒飲んでんのにこんなに筋肉つくんだと、筋肉がないことをお酒の理由に絶対しないようにっていうくらい筋トレを頑張るっていうところを一つモチベーションにしてるというところもありますので、まあそれくらいの強気でお酒が飲みたい方は考えていただいていいのかなと思います。どうしようって思うならやめてくださいというのは、もう本当にこれは人それぞれの判断かなと思います。結論になってるようでなってないような気もするんですが、まあこういう考えで私はおりますよというような動画でした。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。